にちは、高校野球 .com の下田です。今回は興南の守備練習や走塁練習に迫っていきたいと思います。2010年、投手では元ソフトバンクの島袋陽介投手、野手ではオリックスの大城浩二選手を中心に春夏連覇を達成。その後も夏の甲子園3回出場しました。興南といえば島袋投手を筆頭に守備力が高い投手を育成するのが伝統ですが、練習を覗いてみるとそれも納得できる練習内容でした。ぜひ現役投手の方は見ていただきたい練習です。それではどうぞ。最大限に使い効率的に練習する興南の練習スタイルはとても知恵と工夫が見られます。今回はここまでです。興南の野球部訪問は後日公開予定です。お楽しみに。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。